関東地方屈指のパワースポット、三峯神社。三峯神社は埼玉県秩父市三峯にある神社。旧社格は県社で、現在は神社本庁の別標神社。秩父神社、宝登山神社とともに秩父三社の一社。拝殿の手前には珍しい三つ鳥居がある。狼を守護神とし、狛犬の代わりに神社各所に狼の像が鎮座している。主祭神、イザナギの御事、イザナミの御事、廃止神、象神神、雨の水神主の神、高見むす日の神、神むす日の神恋の総称、アマテラスオオミカミ。1938年、社殿によれば、景行天皇の時、大和たけるの御事が統制中、薄い峠に向かう途中に現在の、三峯神社のある山に登って伊達村、伊薩村の国づくりを忍んで創建したという。景行天皇の東国巡行の際、天皇は社地を囲む白岩山、妙法ヶ岳、雲取山の三山を称出て、三峯宮の社号を授けたと伝える。伊豆大島に流罪になった薬王学が、三峯山で修行をし、空海が観音像を安置したと縁起には伝えられる。三峯の地名と熊野の地名の類似より、三峯の開山に熊野修験が深く関わっていることが伺える。熊野には、大雲取、国雲取があり、三峯山では中心の山を、雲取山、と呼んでいる。中世以降、日光系の修験道場となって、関東各地の武将の崇敬を受けた。耀和元年、1182年死に、秩父を治めていた畠山重忠が願文を治めたところ霊言があったとして、建久6年、1195年に東は薄さと、現諸賀の町両上あたり、から西は海と隔てる山までの土地を寄進して守護不入の地として以来、東国武士の信仰を集めて大いに栄えた。しかし、昭平7年、1352年、足利氏を討つために挙兵し敗れた新田義興、吉宗らが遠山に身を潜めたことより、足利氏により車両が奪われて衰退した。文紀年間、1501年から1504年、日に修験者の月見日満がこの廃寺を知り、三十数年関税を続けて天文2年、1533年に堂を再興させ、山主の流栄が京都の聖護院に窮状を訴えて、再権現を賜った。以後は聖護院派天台修験の関東総本山とされて流盛した。本堂を観音院光雲寺と称し、三峯再権現と呼ばれた。以来、歴代の山主は花山院家の養子となり、寺の僧正になるのを条例としたため、花山院家の門所の綾目菱を寺の城門とした。江戸時代には、秩父の山中に生息する狼を、イノシシなどから農作物を守る眷属、神士とし、お犬様として崇めるようになった。さらに、この狼が盗みや災難から守る神と解釈されるようになり、当社から狼の護符を受けること、ご眷属信仰化が流行った。修験者たちが当社の神徳を説いて回り、当社に参詣するための講、三峯講が関東、東北等を中心として、信州など各地に組織された。伊那中福、伊那氏はもともと関東郡代の一族だったが、家督争いから一旦名跡取り上げとなり、その後、秩父郡の小武神となったの第二、土地山林を寺に寄進し、広く村人に信仰を進め栄えたが、明治の神仏分離により寺院を廃して、三峯神社に改称した。明治16年、1883年に近代社格制度において、県社に列した。明治中期には、社務所に600人が泊まれる施設があり、客のための料理や酒も自家製で賄っていたという。大正末期に秩父宮が参拝したことをきっかけに信徒が全国的に増え、
降車数が増大した。戸組屋、オカリア、三峯神社のご眷属、お使い神、お犬様で大口のまがみと称するのお宮です。ご眷属は深い山中に身を潜めているため、ここを仮のお宮としてお祭りを行うので、戸組屋、オカリアと呼んでいます。今から1900年ほど昔、第十二代景行天皇の王子大和武尊皇が遠い御平定の帰り道に山梨県から奥秩父の山々を越えて遠山に登り始めて三峯神社参られた時、道案内を務めたのが山犬で、その忠実さと勇猛さによって三峯神社のご眷属に定められたと伝えています。お犬様はその霊力で三峯信仰の中心となり、山旗を荒らす害獣、熊、イノシシ、
ウサギなどを追い払い家々を守護しては家防地盗難よけ諸難よけの神と崇められています。この動画が良かったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。